まだまだ盾はたくさんいますよ、雨の幅切り。さすがのあなたも強化された兵に数で攻められると手間取るようですね。雨の幅切り様、陸道改正と煉獄、あの2体の攻撃をいなしながら雑魚を片付けているあたり、さすがではあるけど。あ、主、あなた。もう間もなく日が沈む。本来であれば夜は闇に身を隠せる我らにとって都合の良い状況にはなるが。陸道？引くぞ、煉獄。わかりました。え、悲願後生が。しまった、こちらが手を打つ前に。さらばだ、お花見衆。次に会った時こそあなたたちの終わりです。逃がしたか。いや、君たちはよく戦った。特に君は僕と同じ人の身でありながら、よくあんな化け物2体を相手に。君のような勇ましい友人を持てて僕は誇りに思うよ。人の姿となり、人と同じように話し学習もする化け物か。タイイ殿。なんでもない、まだ正気を取り戻していない人々がいる。方々を回るぞ、小島。何やら不穏な空気を感じるね。人々を暴走させ、その混乱に乗じて君たちを撃つ。一晩で考えたような作戦ではないだろう。けれど悲願後生たちはそんな好奇を惜しむような様子を見せず撤退した。何か企んでいるような気がしてならない。水地が裏で冷静に指示をしている可能性がある。みんな、私の考えを聞いてくれないか。